どうも皆さん、こんにちは、ホーでーす。今回はトレバーさんのお家に、なんだこれは宇宙人がやってきてるぞ。どういうことだ？大変なことになりました。我々宇宙人の車が地球人に盗まれてしまいました。これは報酬です。ぜひ私たちの盗まれた車を取り返してきてください。トレバー聞いたか？すごいぞ。こんだけも黄金をもらえるならやるしかない。すぐに宇宙人の車を集めてくるんだ。確かにこんだけもね、黄金もらっちゃったらもうやるしかないでしょう。すごすぎるもんね、この黄金の量は。宇宙人さん、お任せください。私たちに必ず集めてきますよ。それはありがたい。盗まれた場所はわかるんだが、この格好で行ったらすぐにバレてしまうからな。マジで感謝する。よし、じゃあジョニー君、出発しますか。今回は5台盗まれたみたいなんで、それをすべて取り返したいと思います。そしてちょっとね、地球人のおもてなしをやりたいと思います。せっかくなので、盗まれた車両魔改造屋さんに持って行って、すげえアップグレードして、ちょっと宇宙人を驚かせたいと思います。どうやらこの工事現場のところにあるみたいなんだよね。そこで探していきたいと思います。今日はお休みなのかな。誰もいないぞ。さあどうする。どっから探していく。ちょっと一回ここで止まろう。で、そしてここから登っていこうかな。上から探した方がね、早く探せそうなので。ジョニー君どうしたんだ。もしかして登るの怖いのか。別に怖くないよ。さあどうやらこの中にあるみたいなんですけど、どこにあるんでしょうか。ちょっと拡大していこう。おー、見つけたぞ。これなんじゃない。絶対これでしょう。間違いない。すげえぞ、戦車みたいなやつだね。勝手に盗んできてこんなとこに置いたのは誰だ。よし、なんとか取り返したぞ。まずは1台目だ。すげえかっこよすぎでしょう、この戦車。さすが宇宙人の戦車だね。行くよー。めっちゃ速いぞこれ。すげえスピード出るんだけど。いけいー、ジャーンプ。すげえ、全然壊れないし。そして見てくれー、逆走だー。ドカーンまあこの状態でもなかなかの強さだね。それに今回は魔改造を加えたいと思います。魔改造屋さん、見てくれー、すげえレアな車両見つけちゃったぞ。めちゃくちゃ快適な戦車だよ。信じられないよ。さあ到着ー。魔改造屋さん見てくれ、すげえだろ。めっちゃびっくりしてんぞ。マジかよ、これはすごいな。魔改造なら任せとけ。そしてついに魔改造が完了しました。すごすぎるぞ。めちゃくちゃかっこよくなってる。なんてことだ、魔改造されすぎなんですけど。魔改造する前の車両はもうすごくかっこよかったんですけど、さらにね、いろいろと強化されてます。宇宙人見たらびっくりするぞ。なんてことだ、車体も24禁になってるし、カーボンまで使われてるし、驚きのカスタマイズがされてます。やばいぞ。そしてしかも武装までつけてくれたみたいだよ、魔改造屋さん。なので早速どんな武装がつけられてるのか、行くぜー。うおー、マジか、レーザー光線だー、すっげー。そしてさらにジャーンプジャンプまでできるようになったぞ。ありがとう魔改造屋さん。行くよー、ドーン。そして威力もめちゃくちゃ上がってるみたいだぞ。行くぜー、ドーン。やーべー、強すげー。なんてことだ。マジか、宇宙人も驚きだと思うよこれは。じゃあそれじゃあ2台目の車両探しに行きますか。どいてくれー。あ、レーザーそこまで強くないんだね。結構当ててるんだけどね。そして行くぜー、レーザー発射ー、発射ー。そして激突ー、行くぜー。さらに加速ー、ジャーンプジャンプできるのすごすぎるよ。どうやって改造したんだこれ。え、ちょっと待って。そして2台目はなんか警察署のとこにあるみたいだね。え、マジで言ってんのそれ。ここだよね、警察署って。行くよー、ジャーンプ。よっしゃー、侵入完了。で、そしてどうやらここなんじゃない、もしかして。開けてくれー。よーし、破壊するぜ、ドーン。見てくれ、破壊できたぞ。よっしゃー。そしてどうやら、お、光るぞしかもこれ。おお、見てくれ、宇宙人の車両だ。まさかの警察に押収されていたとは。よし、じゃあちょっと降りようかな。
さあどんな感じだ、乗ってみますか。うおーかっこいい、ヘッドライトつけるぞ。そして後ろには盾までついてるぞ。なんだこれすごすぎでしょこれ。ジョニー君はこっちのね戦車に乗ってもらおう。トレバーさんはこちらの車だ。よしゲットできた。それじゃあジョニー出発だ、魔改造屋さんまで急ぐぜ。うわー跳ね飛ばされた、ちょっと気をつけてよ運転気をつけて、マジでめちゃくちゃボロボロになっちゃったよそしていくよ。おーめちゃくちゃかっこいいなこれいかつすぎでしょ。さあジョニーくんの戦車とこっちの車どっちの方が速いんでしょうか。それじゃあちょっと競争しますか。いくぜー競争開始ー。おーらー速い、この車やっぱり速いな、すげーぞ。よーしここじゃない、ここじゃない、魔改造さんここじゃないぞ、道間違ってる、急げ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 。ということでなんとかよかったー、すげー爆発したぞー、今の僕じゃないぞジョニー君だね。到着でーす、魔改造屋さん、この車両も改造してくれー。こんなの見たことない、任せろ。そして魔改造の方が完了しました。めちゃくちゃイカつくなってるぞ。そして武装までつけてくれた、見てくれ、めちゃくちゃ車体にトゲがついてるぞ。なのでうかつに去っちゃうとね大怪我しちゃうぞ。でそしてなんだこのマフラー、イカつすぎる、見てくれこの車両。そしてドーン、すげえぞ、威力めちゃくちゃ強くなってる、この盾強えなマジで。そしてレーザー光線、しかも2つもついてるというね、ドガーン爆破完了。そしてうわジョニー君は暴れてるぞすげえめちゃくちゃ撃ちまくってるんだけど。そしてもちろんジャンプもできちゃう、モーンイエイ。さあジョニー出発だ、遊んでないでこっちに来てくれ、ついてきてくれめちゃくちゃ遊んでるな。そして加速出発、イエーケー、めっちゃ速いなこれ、200キロ出るんじゃない、うおーすげー、めっちゃ浮き飛ばせる、うわーおー、これねちょっとぶつかっただけでドーンってやっただけで吹き飛ばせるからね、すごいよね。そしてガソリンスタンドに向かって撃つと爆発するそしてどうやらこの近くのはずなんですけど、どこにあるのかな、ドーン、いけー、すげーことになってる、めちゃくちゃ打ち合いになってる。そしてジャーンプ、おー見つけた、これなんじゃない、もしかして盗まれたやつ、発見です、見てくれ救助できそうだぞ、やったやったやった、車をなんとかこちらまで持ってきてます。ジョニー君どこにいるんだマジで、あ来てくれたか、よしいいぞ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 、戦ってくれ、めちゃくちゃ撃たれてるんだ、おおすげえぞ、戦ってくれてるぞジョニーがやってますな、おお爆破したぞ、すげえ、おおめっちゃ爆破してる、強すぎでしょあの戦車、めっちゃやってくれるね。よしじゃあこの車に乗り換えてと。さあそしてこちらは何もないです、何もついておりません、武装も、これを魔改造してもらおう。魔改造屋さんってハイドさんついちゃったんだけど、これ改造してほしいんだけど。この改造なら楽勝だな。さあそして魔改造の方が完了しました。こちらもめちゃくちゃいかつい車両になったぞ。この車も敵を吹き飛ばすことができるのかな。お、ちょっと待ってくれ、ジョニーくんがこの近くにいるみたいだね。おージョニーくん来ました、すげえぞ、おいもしかして持ってきてくれたの、おーなんてことだ、さすがだ、めちゃくちゃボロボロになっちゃったけどね、ありがとう持ってきてくれて、しかもこちらの車両もちゃんと持ってきてくれてます、いやすげえよジョニー、あとは任せてくれ、めっちゃボロボロになってる。魔改造さんこれちゃんと修理してほしいんだけど、大丈夫かな、これも修理してくれ、何も武装とかついてないからね、これを最強仕様にしてほしいんだけど。任せとけ、どんどん持ってくるんだ、なんてことだ、こちらの魔改造はめちゃくちゃ恐ろしいぞ。この前にはね回転したブレードがついてます、すげえこれめちゃくちゃ威力強いんじゃない、車体のすべてにトゲトゲがついてます、そしてこれは触ることはできない、
そしてなんとこちら見てくれ、ここにも回転ブレードが。これなら車を盗まれる心配はないぞ。なんてことだ、リアの部分まで回転ブレードがついてるぞ。そしてこの超長いマフラー、かっこいい。ちょっと待ってくれ、これはもしかして何かミサイルでも発射できるような装置がついてるのかな。ジョニーくんが持ってきた車最強仕様になったぞただちょっとね、危ないよ、これはマジで気をつけないと。さあ、そしてあそこにちょうどいい車があるね。そしたらまずは、え、うおー、やべージョニーくんびっくりして逃げていっちゃった。なので後ろから来る車両をね、爆破することができるのかな。いけいー、全然飛ばない、いけいードーン。そんなに威力はないんだね。おー、難しい、当てんのむずいなこれ。ドーン、うおー、それでも吹き飛ばせたぞ。完全に爆破することはできないんだね。手ハイドについちゃった、いけいー、いやほー面白い。おお、そして見つけたぞ、パトカー発見。さあ、この回転ブレードで当ててみようかな。ドーン、うおー、めっちゃ浮き飛ばせる、すごいな、ゲイドーン。この迫撃砲はあんま威力はないけどね。やばいやばいやばい。じゃあ後ろから、後ろの回転ブレードを当てたらどうなるんだろう。いけい、うおー、すげえぞ。そしてどうやらこの近くに最後の車両が置いてあるみたいだ。さてどうやらここかな。おー、見つけたー、これだー、すげえでかい車両だぞ。トレバーさんはこちらのでかいトラックに乗っていきます。よし、やった、乗れた。うおー、なんてことだーすげえ威力だぞ今の。よし、ジョニー乗ってくれたか、出発するぞー、行くぜー。めちゃくちゃ排気ガス出るんだけど、いけい、燃やします。なんだこの緑の炎は、宇宙人の炎か。これはジャンプとかまだできないんだけど、これも魔改造していこう。魔改造屋さん、見てくれー、とんでもない車両だぞー、イエーイ。お、よかった、なんとかギリギリ入るな。イヤホー、着いたー。地球人の魔改造技術を見せつけてやる。魔改造が完了しました。めちゃくちゃかっこよくなってる。なんだこれ、さっきのなんかサビサビのねトラックだったんですけど、めっちゃ綺麗なね、ゴージャスなトラックになってます。これはめちゃくちゃお金かかってんぞ。宇宙人に返すのがもったいないよね。すげえ綺麗になってる。このトラックはいかつすぎるぞ。あー、やっちまった、めっちゃかっこいい。そして火炎放射器はもちろんついてます。それ以外の武装はついてないのか。うおー、ジャンプできるようになってる。ジョニーくんがね、すべての車両を家にね、持って帰ってきてくれたみたいです。よかった、到着です。うおー、すげーぞ、めっちゃ綺麗に並べてくれてるね。やったー、見てくれー、なんてことだ、今回はすごすぎるぞ。宇宙版マッドマックスだねこれ、完全に。信じられない、盗まれた時より良くなってるじゃないか。君たちは天才だ、黄金を追加であげるよ。マジかー、ということで、なんていうことだ、すげーぞこの黄金の量は。トレバーさんたちめちゃくちゃ儲かりました今回。皆さんはどの車両がね、一番お気に入りでしょうか。今回はね、どれも良すぎてね、選ぶのが難しいね。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら、バイバーイ。